連勝中の浦和、開幕4戦無敗の新潟、今節注目の一戦です。リーグ戦では今節までがこの駒場開催です。まあ、本当にプロでいられる、そういったものを感じられる瞬間ですし。さあ右で新井です、運んで中央へ太田、太田のシュートは突き刺しました。太田先制、新潟右足一閃、素晴らしいゴール、前半10分の先制ゴールです。太田は今シーズン3得点目。中にうまくボールが転がりましたし、そこに対してしっかりポジションを取った太田のファーストタッチと、まあ、意図して浮かしたかどうかわからないですけど、縦で大久保落としたボール、こぼれ拾った大久保、大久保どうする、浮かせて中央、関根コーナーキックです。関根が飛び込んでいきました。クリア拾って酒井、浮かせるこぼれ球、後ろからシュート、小泉ワンタッチあってコーナーキックです。伊藤敦樹ワンタッチ落として、関根上がったボール、コオロキが行く、ヘッドで送る、コオロキ落としてシュートか、酒井のシュート、ー強烈、酒井追いつきました浦和、酒井が強烈にネットに突き刺しました。まあ、ここまでの作り方は非常に浦和らしさを見えましたよね。まあ、粘りながら最後この酒井の太い振り、大久保右から関根、クロスボール、ファーサイド、ヘッド、クリアした、クリアした、ヘディングシュートはファーでショルツ、よく守った新潟、入りましたし、まあ、この後ですよね。まあ、ここのショルツのポジション取りも非常にうまかったのと、うまく合わせた中でしっかり小島が反応しましたよね。岩尾のキック、浮かせてファーサイド、ショルツボレーシュート、浦和逆転、秋元のボレーシュート、今シーズン初ゴール、前半の追加タイム、としたところに飛ばなかったですけど、まあ、そこに対してうまくしっかりポジション取った、モーベルグが狙う、キーパー正面でした、まあ、しっかり幅を取りながら深さも取って、まあ、攻撃の選択肢持ってますよね、はい、さあゴメスカットイン、ゴメスのシュート、グラウンダー伊藤亮太郎か島田か、伊藤亮太郎狙っていく、わずかに外れた、狙っていきました伊藤亮太郎、惜しい、堀米上げていく、跳ね返ってここでホイッスル、2対1浦和、今シーズン初の3連勝。